山本修五郎「女は同じ物語」まああきらめるんだなしょうがない安永の娘をもらうんだと龍右衛門がその息子に言ったどんな娘でも結婚してしまえば同じようなものだ娘のうちはいろいろうように見えるある意味では確かに違うところもある がある意味では、女はすべて同じようなものだ。お前のお母さんと江田島のおばさんを比べてみろ。私は初めはお母さんよりも江田島の「いやまあい,い」と龍右衛門は言った。とにかく私の意見はこれだけだ。リ龍右衛門は2,130国の上代画廊である。年は47歳。 妻の沢は42歳になり一人息子の浩一郎は26歳であった梶家,家では奥の召使いを7人使っていたこれは3月から3月まで1年限りの行儀見習いで城下の富裕な商家とか金剛の王子主の娘たちのうち梶夫人によって厳重に選ばれたものが挙がるのであったその年の5月 家事夫人は夫に向かって新しい駒使いの中の余野という娘を孝一郎の次女にすると言った龍右衛門は少し驚いた未婚の息子に次女をつけるというのは武家の習慣としては親式の方であるし従来の妻の主義からすればむしろよしありげであったしかしと龍右衛門は言ったそれは 安永の方へ聞こえるとちょっと具合が悪くはないかねどうしてですかむろんそんなことはないでしょうがと龍右衛門は言った。一郎はもう26歳であるし若い娘などに身の回りの世話をさせていると万一その何か間違いでも沢女は「ああ」と夫をにらんだ。 「あなたはすぐにそういうことをお考えなさるのね」と彼女は言った「きっとあなたはいつもそんなふうな目で侍女たちを眺めていらっしゃるんでしょう。若い召使いなどがちょっと流し目をくれでもするとあなたはもうすぐのぼせ上がって話を元に戻そう」と龍エモンは言った「何かそれには訳があるんですか?」。 「私が司祭もなく何かすると思いですか?」。それも分かった。「黄さんは女は嫌いだと言い張っています」と沢女は言った。安永綱さんという言い名づけがあるのに女は嫌いだと言っていまだに結婚しようとはしません。これは私たちがあまり堅苦しく育てたからだと思います。そういうことですかな。そういうことですか あとを聞きましょう、と龍右衛門は言った。どうか話の腰を折らないでください。そうしましょう。それで、つまり、と沢女は言った。一口に申せば、綺麗な次女でもつけておけば、高さんももう二十六ですから、女に興味を持つようになるかもしれないでしょ。いくら堅苦しく育っても、男はやはり男でございますからね。 龍右衛門は心の中で、これは感悪なるものだ、とつぶやいた。何か押し合いまして。いや、別に、と龍右衛門が言った。後を聞きましょう。後をですって。それでおしまいですか。わからないふりをなさるのね。いや、わかるよ、と龍右衛門は言った。しかしですね、もしも光一郎がその次女に興味を持って、 間違いでも起こした場合は沢女は「まあ」と夫をにらんだ「あなたはすぐそういうことを想像なさいますのね」と彼女は言った「黄さんはあなたとは違います」「ああそうですかそうですとも黄さんはじゅんでおとなしくってそれで女嫌いなんですからね」と彼女は言ったそれとも「 あなたは反対だとでもおっしゃるんですかとんでもないお前の意見に反対だなんてなすったことがないとおっしゃるのねそうよと沢女は言ったそうして何かあればみんな私の責任になさるのよあなたはそういう方なんですからそのどうして障子を閉めるんですかちょうどいい檻ですと彼女は言った私 あなたたに申し上げいいことがございます沢路は障子をぴたりと閉めた座敷の中はそのまま長いこと静かになっていたその日孝一郎が下城したのは午後7時過ぎであった彼は役寮15国で藩の文庫へ勤めているが19歳から5年間江戸屋敷で昌平坂学問所へ通学したというほかに さして飛び抜けた才能があるわけではない二十六歳にもなる上代画廊の息子を遊ばせておくわけにもいかないのでせいぜい常中のことになれるというくらいの意味のようであった高一郎が今へ入ると母親が駒遣いを一人連れて入ってきた「今日はお下がりが大層遅いようですね」「はあ」と高一郎は言った。 帰りに村田で夕げの地層になりました。村田様って、どの村田様ですか？三郎助です。と、光一郎は言った。寄り道をするときは、断らなければいけません。と沢女は言った。母さんは夕げを食べずに待っていたんです。それはすみませんでした。そういうときは、一度帰って、断ってから行くものです。そういたしましょう。 と一郎は言った沢女はそこで召使いを引き合わせ「今日からこれが身の回りのお世話をします」と言った「私のですか?」と浩一郎は母を見た。というとつまり「あなたの次女です」。「どうしてですか?」。「あなたはやがてご条代になる方です」と沢女が言った。 もう少しずついろいろなことになれなくてはいけません。いろいろなことってどういうことですかいろいろなことですよ。あなたもくどいのね。と沢女は言った。これは城下の明賀屋文在門という呉服屋の娘で名は世の年は十七です。うちではキーと呼びますからあなたもそう呼んでください。高一郎ははあ と言った。「ではキイ」と沢女は言った「お前若旦那様に着替えをして差し上げなさい」「次女ははい」と言った孝一郎は渋い顔をしてそっぽを見た昼のうちに沢女から教えられたのだろう余のいなキイという次女はタンスを開けつねぎをひとそろえ出して孝一郎に着替えさせた 沢女はそばで見ていて二三注意を与えたが害してキーの態度に満足したようであった光一郎は初めから終わりまで次女の方へは目も向けず着替えが済むのを待ちかねたように父と共同の書さえ入ってしまった龍右衛門は何か書き物をしていた大変熱心な様子で息子が入ってきても黙って書き続けていた あれはどういうわけですかと光一郎がささやいた。私に事情をつけるなんて一体どういうことなんですか俺は知らないね。ご存じないんですって。知るわけがないさ。と父親は言った。すまないが暗闘をもう少し明るくしてくれないかね。光一郎は暗闘の日を明るくした。 リュウエモンは書物に熱中していた。少なくともそうやって息子の質問を避けようとしていることだけは確かだし孝一郎はそれを理解し唇で微笑しながら父とは反対の方に据えてある自分の机の前に座ったやがてキーが茶道具を持って入ってきた彼女は落ち着いた動作で煎茶を入れ 高一郎の脇へ来てそれを進めた。「お茶でございます」とキーが言った光一郎は壁の方を見たままで「ああ」と言った6月になったある朝光一郎は次女の体つきを見て好ましく思った「女な体つきだなあ」彼はそう思った。 音楽という言葉の正しい意味は別として彼にはそういう感じがしたのであったちょうど薄着になった時で彼女の体のしなやかさや弾力のある柔らかな丸みやくびれが美しく現れていたそれまで目を向けたこともなかったので孝一郎には特に新鮮で好ましく映ったようであったそれから間もなく彼は キーの肌が白いのに気づいた。非番の日で、彼は机の周りの掃除をし、筆やすずりを洗うために、キーに水を持ってくるように命じた。彼女は、金だらいと筆洗を運んできたが、その時、たすきをかけていて、両方の袖が高く必要以上に絞られ、ほとんど腕の付け根まであらわになっていた。光一郎は、 ししそうに目をそらした薄桃色を履いたようなあくまで白いそのあらわな腕の溶けるような柔らかい感じはたとえようもなく美しく強い魅力で孝一郎を引きつけた彼は目をそらしながら自分の胸がときめいているのを感じた7月になると彼は キーの声が柔らかく落ち着いて綺麗に澄んでいることを知ったそして彼女の器量の良さ彼女が器量よしなことを発見したとき光一郎は我知らず目を見張ったはじめからこんなに綺麗だったのだろうかと彼は心の中で自問し同時に体の内部が熱くなるのを感じた 家事夫人はこの経過をひそかに注視していたらしい。時々彼にさりげなく問いかけた「キイはちゃんとやっているか気に入らないようなことはないかどうかなどと息子に聞くのであった」。孝一郎は曖昧に答えた「ええよくやっているようですまあよくやるほうでしょう」「格別気に入らないようなことはありません」などと答えた。 八月に入ってから、彼はキーと話をするようになった。不思議なことにキーに話しかけるとき、彼は赤くなるのを抑えることができなかったし、キーもまた同じように赤くなったり、体全体で恐襲を示したりした。ある夜、父と共同の書斎で、父と彼とが読書をしていた。 8月中旬だから季節はもう秋であるが残暑の厳しい一日で夜になっても気温が下がらず縁側の方の障子も窓も開けてあるのに微風も入っては来なかった龍右衛門は読みながらうちわで顔を折ったり襟元をあおいだりした息子の方を見ると息子は机に両肘をつきじっと書物を読んでいた。 顔を追う様子もなく風を入れる様子もなかった一郎と龍右衛門が言ったお前熱くはないのか光一郎はは、はあと言った何読んでるんだ三大聞き書きです龍右衛門はああと言った父さんと光一郎が言った あの娘は誰かに似ていると思いませんかどの娘だ私の次女です。キイという娘です。誰に似ているんだわからないんですが、誰かに似ているような気がしませんかしないね。私はその娘をよく見たこともない。とリュウ右衛門が言った。お前 その娘が好きになったんじゃないのか。冗談じゃありません。それならいいが、とリュエモンが言った。男でも女でも、相手が好きになると誰かに似ているように思うことがよくある。人間は性分によってそれぞれの好みの型がある。だから好きになる相手というのはどこかに共通点があるんだろう。 お前いつか好きになった娘でもあったんじゃないのか?」。冗談じゃありません。よしてください。そんならいいさ。と龍右衛門が言った。お前には安永綱という言い名付けがいるんだからな。他の娘なんか好きになっても。母さんが承知しないぞ。高一郎は「大丈夫です」と言った。 ひどく確信のない気の抜けたような調子だったそして書物のページをはぐり熱心に読み続けた龍右衛門ははたはたと内輪を動かしそれから突然自分の読んでいる書物を取り表紙を返して台船を見た「一郎」と彼は言った「お前は今何を読んでいる」とか言ったな三大聞き書きですおん と竜右衛門は言った。そんな本が面面白白いいかねえ。ええ、面白いです。リュウエモンは微笑しながら「そうかねえ」と言いまた自分の書物の大仙を見たそこには「三大行き来禅」と記してあるそれは戦乱や教持を予知する禁煙の方を占したもので孝一郎のような青年にとって決して面白いはずのものではなかったし カジ家の蔵書中にも一冊しかないものであった「気をつけるがいいぞ一郎」と利右衛門は言った「その娘を好きにならぬようにな気をつけないとつらきことに会うぞ」小一郎は黙って言った「バカな心配をする人だ」一人になってから小一郎はそう思った あの娘をそんな意味で好きになるなんて俺にできることかどうかわかるはずじゃないかもっとも父さんは懲りているからなと光一郎は思った父は枝島の娘と縁談があったのを自分から進んで今の母をめとった枝島の娘は時といい器量は沢女ほどではないが気立てが優しくとの名手として評判だった 父が沢女をめとったあと江田島では長男が死んだので沢女の弟で甚兵衛という人が入り向こうしたそれから三年その二人の若い夫たちはお互いに自分の家庭生活について語り結婚前にその娘がどう見えようと気が強そうに見えようと優しそうに見えようと結婚してしまえば皆同じようなものである。 色情と物欲と虚栄と顔面の強さにおいてすべて男の適当するところではないという結論に達し両人愛ともに嘆いたということであった俺はそんな風にはならないと孝一郎は一人でつぶやいた俺はまたそんな意味であれが好きだというのではない俺はただ ただあの娘が「単に、彼はそこで絶句し渋いような顔をした9月になったある夜寝間で着替えをしている時キイがひどく沈んだ様子をしているのに気づいた孝一郎は「どうかしたか?」と聞いた彼女はなかなか答えなかった「どうもいたしません」 何でもございませんと言うばかりであった「正直に言ってごらん」と幸一郎は声を潜めた「ごまかしてもわかるよ何があったんだ」するとキイは泣き出したキイはそこへ座り両手で顔を覆って声を潜めてむせびあげた幸一郎も座った すでにヤグが述べてあるので低い声で話すためにはキイのそばへ座るよりしようがなかった。彼はキイのそばへ座った。言ってごらん。母が叱りでもしたのか。いいえ、とキイは頭を振った。私、お暇をいただくかもしれませんの。浩一郎はドキリとし、えと言った。そ,それは と彼はどもった。それはなぜですどうして、何か、わけがあるのか申し上げられません。なぜなぜ言えないんだそれも申せません。とキーは言った。いつかは分かることでしょうけれど、私の口からは申し上げられませんの。孝一郎はまたどもった。それは。 談ではないか。キーは答えなかった「縁談なんだね」と彼は言った「言ってくれそうなんだろう」キーはうなずいてもっと激しく泣き出したこ一郎はのぼせあがったそんなにも近く座っているので彼女の甘い体臭やおしろいや紅油の香りが彼を包み むせびあげる彼女の声はじかに彼の胸を刺すようであった孝一郎はのぼせあがって聞いた「そんなに泣くのは相手が嫌いだからか?」「はい」とキイは答えた「それだけで泣くのではないが相手は好きではない自分は嫌だとはっきり断ったのである」と言った「それで相手は承知しないのか?」 そのようです。しつこいやつだ」と高一郎は言った。相手は何者だ。お武家です。家中のものか。そうです。ご中老の佐野様のご長なんです。すると傭兵だな。そうです。あの兵権がにめ」と高一郎は言った。よし。 彼のことは引き受けた。でもキイは言った乱暴をなすっては困りますあの方はお強いそうですからいや大丈夫私は暴力は嫌いだ本当ですか大丈夫だあいつのことは安心していいと浩一郎は言ったもう一つの理由を聞こう泣いた理由は他にもあると言ったはずだええ申しました でもそれは、キイは目を伏せた「言えないのか」「縁談のことさえ言ってしまったのにもう一つの理由は言えないのか」と浩一郎は問い詰めたキイはますます神戸を垂れた見ると耳まで赤くなり呼吸も深く大きくなっていた浩一郎は恐怖に襲われた。 お前、と彼は乾いた声で言った他に好きな人がいるんだなキイは肩を縮めたもとで顔を覆ったそうかと彼は震え声で言ったそれは知らなかったキイは覆ったたもとの下からでも 望みはないんです。」と言った。「その方とは身分も違うしその方には言い名付けがいるんです。私はただ一生おそばにいるだけで本望なんです」と言った。たもとに覆われた含み声ではっきりしなかったがこ一郎はちょっと息を止めた。だってきは今。 はい、と彼女は言ったするとお前は「はい」と彼女は言った私若旦那様とお別れするのがつらくってそして彼女はまた泣き出した光一郎は突然彼女を抱きしめたいという衝動に駆られた無論不純な意味ではない 泣いていてるキイの姿があまりにいじらしく消え入りそうなほど可憐に見えたからであるだが彼は衝動をこらえぐっと落ち着きながらうなずいた「わかった」と彼は言った「もう泣くことはない私がいいようにしてあげよう」「おそばにいられるようにですの」高一郎は「うん」と言った「若旦那様。 とキーが言った「うれしゅうございます」。今度は彼女が高一郎にすがりつきたいような身振りをした。すでに飛びつきたいような姿勢を見せたが高一郎は唇をへの字なりにしじっと宙をにらんでいた。「あの平家アニめ」と高一郎は心の中で言った。「どうするか見ていろ」。 その翌日光一郎は途上するとすぐに佐野傭平のところへ行った傭平は中老伊右衛門の長男で国元古生組に属している年は28になるが酒飲みのぐうたらべえで娘を嫁にやろうというものがなくいまだに独身のまま飲んだくれていた佐野は貧乏で有名だった 傭兵を頭に子供が十三人いるし妻女は派手好みであり家紋が浪費家であったそのため四百七十国の家禄はいつも足りず八方をりだらけで傭兵の飲み代など出る余地がなかったそこで傭兵は友人にたかり至るところに感情をためた彼は堅実がうまいし腕っぷしが強かった 酒のために破門されたが精神感道場では師範代の自責まで行ったことがあるしたがって暴れ出すと手に負えないから大抵の者が泣き寝入りということになった傭兵は詰め所でごろ寝していた酔っているのだろうあだ名の平家ガニがよく似合う角張った顔が真っ赤で肘を枕に口の端からよだれを垂らしながら いびきをかいて眠っていた。高一郎は乱暴に揺り起こした。陽平は目を覚ましたが起き上がるまで呼び続けた。「起きたよ」と陽平は言った。「ちゃんと目を覚ましてこの通り起きてるじゃないか。何のようですか？」高一郎は要件を言った。陽平はドロンとした目で怒しそうに彼を見た。「わかった。」 と傭兵は言った。しかし何のようですか光一郎はその時話すよと言いそこを去った午後5時過ぎ城下町の北にある陣馬ヶ丘で光一郎と村田三郎介が待っているところへ佐野傭兵がやって来た「遅いぞ」と光一郎が言った「必ず5時に」と言ったはずだ「支度しろ」 そしかれはたすきをかけあせどめをしはかまのももだちをしぼったようへいはあっけにとられポカンとくちをあいてみていたしたくをしろとまたこういちろうがいったなんのためだとようへいがいったいいからぬけしょうぶだわけをいわないのかそっちにおぼえがあるはずだとこういちろうがいったようへいはとうわくした 体を殴った剣かと傭兵が言った。それなら謝る。俺は酔っていたんだ。そんなことじゃない。では茶匠の推しの裸にした剣だな。高一郎は首を振り違うと言った。するとか、ごたつから金を巻き上げた。喧か、と傭兵は言った。あれなら悪いのは俺じゃない。籠たつはいつも茶匠で飲むが感情というものを払った試たしがないんだ。 いや俺だって少しはたまってるさしかしやつのはまるで無法なんだよそれで俺は茶ゃの代理としてたくさんだ支度をして抜けとこ一郎が言った理由は勝負のあとで言ってやる早くしろどうしてもか村田が立ち会い人だ傭兵はにっと笑った警部と長老のこもった嫌な笑いである 彼は高一郎とサブロウスケをじろっと見た。ふん」とヨヘイはつばを吐いた。長弟のせがれだから仕立てに出てやったが、お前さん本当に俺とやる気なのか。くどいぞ。抜け。切られても文句はないんだな。村田が証人だ。ヨヘイはそっちを見た。サブロウスケはそうだとうなずいた。 よし、やってやろうと洋平は言ったお前さんは江戸へ行っていて知らないだろうが俺は家中でもちょいと知られた腕になっているんだそのつもりでかかれよ支度はいいのか相手がお前さんではな洋平はまた唇で笑ったいざ洋平が「いざ」と言った刹那。な一郎の腰から電光がひらめいたもちろん電光ではない ようへいたのは,刀であるは「あっ!」といってとびさがった三けんばかりとびさがったが途端に袴とたんにはかまとおびがずるずるとおりきもののまえがはだかってしまったようへいはぎょうてんしかたてでずりさがったはかまをおさえながら「まった!」とさけんだ「やまたん!」とこういちろうがいった「しんけんしょうぶにまったはない」「いくぞ!」 傭兵は後ろへしった公一郎は刀を上段に上げ一歩一歩と詰め寄った待ってくれと傭兵が言ったこれでは勝負ができないこれでは勝負はついたぞ頼むから待ってくれなあ。後ろへ下がろうとした傭兵はずり落ちた袴の裾を踏んでのけざまに転倒した公一郎は踏み込んで行き上から傭兵の鼻先へ 刀の切っ先を突きつけた。どうだ。傭兵は口を開いた。切ろうかと光一郎が言った。傭兵はいったと言った。確かだな。確かだと傭兵が言った。しかし、俺には訳がわからない。まず聞かしてくれ。一体、この勝負は何のためだ。妙が屋の娘だと光一郎が言った。 余兵はおかんと彼を見上げた。貴様からの縁談を娘ははっきり断ったはずだとこ一郎は言った。にもかかわらず貴様はあきらめない。たぶんちという価格と自分の悪名に物を言わせようと言うんだろう。しかしそうはさせぬ。俺がそうはさせないぞ。ちょっとちょっと待ってくれ。手を引けさの。とこう郎は言った。 おとなしくてをひけばきさまののみしろはおれがつき出きだしてやるなんだってようへいはごくりとつばをのんだおくはやらないつきにいちぶずつのみしろをやるそれできっぱりてをひくかどうだそそれはたしかでしょうなとようへいはいったたたしかにいちぶずつくれるでしょうなてをひくか 確かにもらえるなら承知します。俺は武士だ。よろしい、私も武士です。向こうで三郎助がにっと苦笑した。傭兵は目ざとくそれを見、笑い事じゃないぜ、と渋い顔をした。笑い事じゃない、と傭兵は言った。今の契約にも村田は証人だぞ。三郎助は、 いい友とうなずいとた幸一郎は刀をよく拭って鞘に納めたそれから身支度を直し懐から紙入れを出して一部銀を返しに包んで傭兵に渡した「今月の分だ」「いやどうも」と傭兵は頭を下げた確かにしてあとはどういう具合にくれるんですか こっっちからねて行っていいんですか。月の5日にくればわたす。5日ですな。わかりました。ひとつちゅういしておく。こういちろうはいった。これからは行じょうをつつしむこと。もしふ業せきなことをすればのみしろはむろんていしするしおおやけのさたにするからそのつもりでいろ。それからきょうのことはけしてたごんするな。 俺だって自分の恥を晒しはしないさそこに気がつけば結構だ忘れるなそして光一郎は三郎助と共に去っていった傭兵はそれを見送りながらいかにも腑に落ちないという顔つきで首をかしげたり片手で頭をかいたりしたもう一方の手はまだずり下がった袴を押さえたままである 「おかしなやつだなあ」と彼はつぶやいた「明画屋の話は去年のことだし断られてから俺は何もしやしない」「手を引くも何も俺はまるっきり忘れていたくらいじゃないかわけがわからねえ」と彼は首を振った「化かされたような心持ちだ」「光一郎と三郎助は坂を下りていった」 三郎介は傭兵のことを笑いながら「袴の帯を切ったのは見事だ」と言った「火事が剣術をやるとは知らなかったしあんなに素晴らしい腕があるというのは意外だ」と言った郷一郎は苦笑した「俺だって侍の子だから剣術ぐらい稽古するさ江戸屋敷ではやかましいんだ流儀は何だ江戸屋敷へ抜刀流の師範が来るので3年ばかりやったよ なるほど、今のは居合かいや,いかいやあれは見て覚えたんだと宏一郎は言った江戸にいた時寛永寺へ参詣したその途中で浪人と浪人の喧嘩があったが片方が抜き打ちに相手の銅を払ったすると袴の紐と帯が切れてずり下がり相手は動けなくなった「俺はその真似をしただけさ」と宏一郎は言った なるほどね、とサブロスケは言った。江戸にいるといろいろな学問をするものだだがそれにしてもと三郎ケが言ったどうしてまた名が屋の娘などのためにこんなおせっかいなことをしたのかねうん孝一郎は顔を背けたその娘が3月から俺の家の小間使いに来ている。 母の気に入りで俺はよく知らないが母に頼まれたんだ毎月一部ずつの飲みしろもか光一郎はますます顔を背けたさもなければ当悪して赤くなったところを三郎介に見られるからであった「佐野にしたって」と光一郎は言った「飲みしろがあればバカなことはしないさ」どうだかな ここで別れようと光一郎が言った。わざわざすまなかった今日のことは黙っているよと三郎助は笑いながら言ったその夜光一郎はキイに「もう大丈夫だよ」とささやいたキイは怯えたような目をしたしかし彼がごく簡単に話して聞かせるとさも安心したというふうに微笑し 急に熱でも出たような目で彼を見上げてうれしそうにこっくりをした2人は親しくなるばかりだった陣馬ヶ丘のことは2人の秘密であったその秘密なことが2人をほかの人たちから隔て密接に結びつけるようであったすると10月になったある夜寝間の世話をしながらキイは「 明日一日お暇がもらえます」と言った祖父の七年期なので家事夫人に頼んで暇をもらったというのである光一郎は「そうか」と言ったキーは何か訳ありげな目つきで微笑しながら彼を見た若旦那様も「明日は確かご非番でございましたわね」そうだったかねご非番の日ですわ。 とキーは言った。私本当は法人には行きたくないんですの。だって自分で頼んだのだろう。それはお願いしたんですけれど。しかも嫌になったのか。キーは含み笑いをし蓮会に孝一郎を見上げた。彼は眩しそうに目をそらした。しかし目をそらした途端にひょいと天井を見上げその唇を尖らせた。 明日は「あなたも」だ。あなたもの「も」という一字に彼女の暗示があったのだつまり「二人はどこかへ一緒に行けるゆくことができる」という意味に違いない彼は振り向いてキーを見た「キーはあかねの湯を知っているか?」はい存じております。うん。 と一郎は口ごもった。どう切り出したらいいかわからないそんなことを言うのは無作法かもしれないし断られるかもしれないうーんと彼は言ったあそこは感性でいいし井手湯も住んでいるし大きな宿も五六軒あるしそうでございますねとキーが言ったそれにご両分の外ですから あままり知った人にも会いませんわ。そうだ茜は松平寮だ。まだ紅葉が見られますわね」とキイが言った。私「私行きとうございますわ。私も行ってみたいな」。キイは待った。浩一郎の胸はドキンとなったがどうにも勇気が出てこない。彼は赤くなって急にそっぽを向きながら行った。 私は明日行ってみる。キーは彼を見た。私は、と彼は不決断に続けた。私は、東風楼という宿で、半日保養してこよう。東風楼なら存じていますわ。あれはいい宿だ。でも、武家のお客様が多いようでございますね。とキーは言った。 やというやどはちいそうございますけれどすぐしたに谷川がわがみえますししずかでおちついていてわたくしすきですわ。それならひらのやにしてもいい。キーはまった。ひらのやにしようとこういちろうはいった。わたしはもうねることにする。かれはねまきにきがえそしてやぐのなかへまるでにげこむようにもぐってしまった。 あくる朝早く孝一郎は両親に断って茜の湯に出かけたキイは何も言わなかったし変わったそぶりも見せなかった茜はその城下から2里ほどのところで境川の渓流にのぞんだ小高い丘の中腹にあった孝一郎は歩いていったその途中彼はしきりに気が沈んだ 一人で保養に行ってどうするんだ。温泉に浸かったり出たり谷川を眺めたってしようがないじゃないかいっそやめにするかと彼はつぶやいた二度ばかり立ち止まって引き返そうとしたしかしことによるとキーが来るかもしれないと彼は思ったひなのやをすすめた口ぶりだとあとから 追ってくるつももりかもしれないぞいやそんなことはない娘が一人で湯治場へ来るなんてそんなことができるはずはないじゃないかバカな空想をするなと彼は思った平野家はすぐに分かった一筋道の左右に宿や土産物の店などが並んでいるその一番先の川に面した方に平野家はあった 彼は渓流の見える座敷へ案内された。建物は古いががっちりと落ち着いた造りで他には客がないのか渓流の音だけが静かに座敷へ流れ行ってくるだけであった。女中が茶道具と着替えを持ってきてすぐゆえお入りになるかと聞いた。彼は後にしをとい茶をすすってから縁側へ出て外を眺めた。 海岸は松林でカエデがたくさんあるのだが季節が過ぎたのだろうみんなもう葉が落ちていた「お湯へいらっしゃいませんの?」と脇で女の声がしたあまり突然だったから浩一郎は飛び上がりそうになった振り向くとキイがいた「ああ」と彼は言った「キイか」 彼女は大胆に彼を見つめこびた笑いを浮かべながらうなずいた光一郎は目を見張った彼女はもう湯上がりで肌はみずみずと艶っぽくまるで光の傘に覆われたようにぼーっとかすんで見えた着物も屋敷にいる時とは違って色彩のなまめかしい派手な柄だし町風に結んだ帯もひどく色めいて見えた きれいだねえ」と彼は言った。実にきれいだ。うれしうございますわ。目が覚めるようだ。高一郎は真剣にそう言った。キーはそれを素直に受け取り素直に喜んだ。だがいつの間に来たのかと高一郎は言った。はい、カゴを急がせてお先に来ていました。 では、途中であったんだなはい途中でお見かけいたしましたとキイは言った大江の木のところで立ち止まっていらっしゃいましたわうん引き返そうかと迷っていたときだと彼は心の中で思ったお湯へ行っておいで遊ばせいやと小一郎は言ったゆはあとだ少し話をしよう 私も伺いたいことがございますわ。何でも話すよ」と彼は言った座敷へ入らないか2二人は座って話したキーが聞いた世間ではあなたが女嫌いだと噂している自分にはそう思えないが何かわけがあるのか孝一郎は「ある」と答えた。 聞かせていただけますかいいともどういうわけですの?」。「正直に言ってしまう。それはある一人の娘のためだ。そうだと思いました」とキーが言った。それはあなたの言い名づけで安永綱さんとおっしゃる方でしょ。何だって?」。一郎はびっくりした どうしてキーはそれを知っているんだ。私、あの方とお稽古友達ですのおことお茶、お花、みんな同じお師匠様でしたわ」とキイが言ったそれに二人は姉妹のようによく似ているってみんなからよく言われました「そうかなあ私にはそうは思えないがなあ」と高一郎が言った。 親しくはなな。かったろうなどうしてですのあれは気の強い意地悪な娘だった。あらそうでしょうか。私、大変仲良くしていただきましたわ。あれは気の強い意地悪な娘だった。どんなふうにですのとキーが聞いた。私は今でもよく覚えているしと光一郎は言った。 それを思い出すたびに悔しいような憎らしいような気持ちになることがいくつかある。伺いとうございますわ。私は蛇が嫌いだと孝一郎は言った。蛇を見るといまだに私は体中がそうけだつくらいだ。十二歳の年だった。彼が安永の家へ遊びに行った時綱が 面白いものをみせるからいらっしゃい」といってかれをにわへさそいだした安ながのにわはひろくてはやしやそうげんがあったりちいさないけもあったなにげなくついてゆくとひょいと草むらのなかにしゃがんで「ほらここよ」というそしてかれがちかよっていってのぞいてみようとしたら「うわー」とさけびながら1ぴきのこ蛇をつまんでかれのめのまえへつきつけた。 私は気絶しそうになった、と光一郎は言った。多分悲鳴をあげたろう。気が遠くなったようで、我に帰ったら、自分は草履を履いたまま、いつの間にか座敷の中に立っているし、母は恐ろしく怒っているし、あの娘はゲラゲラ笑っていた。あの方はおいくつでしたの私が十二だから六つの年だ、と光一郎は言った。 その前の年だったと思うが安永と梶と両方の家族でこの茜へ来たことがあった宿は東風楼だった親たちが話をしているうちにあの娘が「一緒に湯へ入ろう」と言った彼が渋っていると「男のくせに育児なしね」と言った彼は綱と一緒に湯へ入った湯壺へ入ると綱は「 こをしようといったかみけがぬれるからいやだよあとでふけばいいわよかあさんにおこられるからいやだよおとこのくせにおかあさまがこわいのへえよわむしねとつながあざわらったそこでかれはしょうちしたふたりはもぐりっこをしたがどうしてもかれはまけてしまう3どやって3どめにはしぬかと思うほどねばったが 綱は彼より13も数えるほど余計に潜っていた。あの娘は大自慢でさんざん私のことをからかったと幸一郎は言った。それから湯を出て髪を拭きお互いに髪を結い合った後髪毛がよく乾くまで遊ぼうと言った。そこでですかとキイが聞いた。裸のままでだと幸一郎が言った。 そして、まず自分の体の自慢をはじめ「白くてすべすべしてきれいでしょうよく見てごらんなさい」と言うんだ「事実真っ白できめの細かいふっくらとしたきれいな肌であった」「綱は体をすっかり眺めさせた上あたしには三つ星様があるのよ」と言い足を広げて右の太ももの内側を見せた。 薄桃色のももの付け根のところにほくろが3つ三角なりにあるのを彼は見たほんの一別ちょっと見ただけであるが彼は何か悪いことでもしたように胸がドキドキしひどく気がとがめたツナは平気な顔で「今度は2人の体をくらべっこしよう」と言い「あたしにぴったりくっつきなさい」と命令した 彼は狼狽し、嫌だと言って逃げた。すると綱は顔をしかめて軽蔑しまたしても「男のくせに育児なしね」とからかった「そういうことは誰にもありますわ」とキーが言ったそのくらいの自分はなんとなく体に興味があってお互いに体を見せ合いたくなるものですわキーもしたのか「あら」と彼女は赤くなった 今は旦那様が話していらっしゃるのでしょ。う。私のことは後で申し上げますわ。うんとこ一郎は言った。だが肝心なのはそのことじゃない。体のくらべっこで逃げた後で綱が「いいことを教えてあげましょうか」と言った。いいことってなんだ彼は警戒した。綱は肩をすくめ、 クスクスと笑ったそして「もぐりっこをあんなふうにしては負けるに決まっている」「途中で頭を出して息をするのだ」と言った「あたしなんか二度も三度も頭を出して息をしたあなたは馬鹿正直でおちえがないのね」というのであった「私は悔しかった」と小一郎は言った「いつかはやり返してこっちで笑ってやろうと思った」 ところがいつもやられてしまう。笑われるのはいつもこっちなんだあるときやはり安永の庭でツナが木登りをして威張っていた。例のとおり「あなたにはできないでしょう」と言うそこで彼が登ると「あたしはもっと上まで登った」私「あたし海が見えたわ」と言う彼はさらに登ったすると みえなかったばかりでなくえだがおれてついらくしせなかをうってきぜつしてしまったあるときはくさのなかのこみちでここをまっすぐあるいてみろという「ヘビがいるんだろヘビなんかいないわもうふゆじゃないのおくびょうね」とわらうそれでまっすぐにあるいていったらおとしあながあっておっこちひだりのくるぶしをねんざした。 お前笑うのかと幸一郎が言った。私笑いませんわ。今笑ったようだぞ。笑ったりなんかいたしませんわ。は私。数えればまだいくらでもあると幸一郎は言った。袋をしないのこととか、背中へカブトムシを入れられたこととか、暴れ馬のこととか。 お化粧をされたのを忘れてそのまま帰って土蔵へ入れられたこととか何だ光一郎は話をやめて向こうを見た縁側へ女中がやってきたのであるこちらは火事様かと聞くのでそうだと答えるとお客様が見えましたと言った光一郎はぎょっとした客の来るはずはないキーもちょっと色を変えた その、とい一郎は女中に聞いた客というのはどんな人間だおぶけ様でございますこ一郎は「うっ」と言った「お名前を伺いましたけれど」と女中は続けた「何ですか怒っていらっしゃるようで会えばわかるぜひとも会わなければならない」とおっしゃるばかりでございますよし。 と一郎は言ったではすぐに行くから他の座敷へ通しておいてくれ女中は承知して去ったどなたでしょうキーがおろおろと言った私どうしましょう見つかったのでしょうかとにかく会ってみる私帰りますわお会いになっているうちに帰る方がいいと思いますわ と一郎が言った。そのうするとしよう。キーは立った。かごを待たせてあるから急げば祖父の法事に間に合うだろうとキーは言った。では晩にと晃一郎が言った。キーは素早く出て行った。晃一郎は冷えた茶をすすった。 キーが支度をしてしまうまうでと思っていて座っててていい座たやがて気持ちも落ち着いてき時間も良さそうなのでわざと無腰しのままで出て行った女中が案内したのは隅の方の暗くて狭い部屋であったその何の飾りつけもない古畳のまるで安ん部屋のように陰気なところで一人の侍が ぜんをまえにしてさけをのんでいたこういちろうはあっけにとられたさかきをもって「よう」とふりむいたのはさのようへいであった「ようこれはどうも」とようへいはいったごちそうになってますよ。なんのようがあるんだごあいさつですね今きょうはいつかですよ。こういちろうはおもいだした。 なんだ、そののたために来たのか。約束ですからな約束の第一1かから忘れられては困りますよと傭兵は杯を煽ったお宅へ伺ったらあかねだというのですぐさま後を追ってきたわけですひとつどうですかと傭兵は言ったおごってくれるのか冗談でしょう貧乏人をからかっちゃいけません 一郎は座った。キイがいたことは知らないらしい罪滅ぼしに少しつきあってやるかと思ったのであったその夜光一郎は「何でもなかったよ」と言い洋平のことを話したキイはうなずいて「楽しゅうございましたわ」とささやいたそして二人きりの時間 それはいつもごく短いものであったがには茜の楽しかったことをよくお互いにささやきあった茜の湯から2人の心はもっとぴったり触れ合うようになりしばしばちょっと目を見かわすだけで互いの気持ちがごくささいなことまでも通じ合うようになったそして11月中旬のある午後 ちょうど光一郎の非番の日であったが2人は庭の奥で少し長く話す機会があったそこは北斗明神といって梶家,家代々の氏神の祠があり若木ではあるが杉林に囲まれていた北斗明神は梶家,家がどこへ行っても祀るもので十幾代も前から氏の神だということである私 「伺いたいことがあるのですけれど」とキイが言った「この前茜の宿で綱様のことをおっしゃってましたわね」「孝一郎はうなずきながらキイは日増しに美しくなるな」と心の中で思った「器量もよくなるばかりだしこんなに優しい気立てのいい娘はない」 なんというかわいい娘だろうと思った若旦那様はそのために綱様ともご結婚なさらないし女嫌いになっておしまいなすったのでしょうか孝一郎は「ん?と清み」とキーを見それから自分が質問されていることに気づいた「うんいやそれもあるけれど」 とと彼はちょっっ口ごもった。ついでに正直に言ってしまうと「私の母のこともあるんだ。奥様のことですって?」。キーだから言ってしまうが「母がどんな性質の人かわかるだろう」と孝一郎は言った。私はずっと父と母の生活を見てきた。そしていつも父を気の毒に思った。 表面は旦那様と立てている。父はいかにも家長の座に座っているしかしと彼は首を振った実際はそうじゃない上代家老としては別だが私生活では母の思うままだすべての実験は母が握っている父には母の握っている鎖の長さだけしか自由はないしその鎖で 思うままに操縦されている。それはお言葉が過ぎますわ。父だけではない、どうやら大抵の男がそうらしいよ。あんまりですわ、それは。猿回しは猿を太夫さんと立てる。そして踊らせたり芝居をさせたりして稼がせる。よく似ていると思わないかでも、 とキーが言った。全部の女がそんなふうだとは限りませんわ例えばキーのようなね「あら私なんか私はキーとなら結婚したいと思う」キーは「まあ」と言って赤くなった孝一郎も自分の言葉に自分でびっくりした 深い考えもなくすらすらと口から出てしまったのである彼は狼狽したが言ってしまってからそれが自分の真実の気持ちでありここではっきりさせるべきだということに気がついたキイは私の妻になってくれるかうれしゅうございますわキイは赤くなったまま目を伏せた 若旦那様のお気持ちはよくわかりますの。本当にうれしゅうございますけれど、身分が違いますし、何より奥様がお許しなさいませんわ。それは私が引き受ける。来てくれるか。私にはお返事ができません。キーは顔を背けた。だって。 それははででできることではないのの。すもの「今すぐに話すこれから話してきっと承知させてみせるよ」「いけません若旦那様あとで会おう」と光一郎は言った今夜その結果を知らせてやるよそして彼は突然とキーの手を握った彼女の体はピクッとし呼吸が深く荒くなった。 そして光一郎に握られた彼女の手は冷たくこわばったまま動かなかった「心配しないでいいきっとうまくいくよ」と光一郎は言ったキーは黙って顔を背けていた続けさまの感動で物を言う力もないという様子であった光一郎は母の部屋へ行った そこにはつづの師匠が来て、母の稽古を見ていた。彼はつづの音が聞こえなくなるのを待って、改めて尋ねた。家事夫人は、孝一郎の言葉を黙って聞いていた。眉も動かさなかったし、格別感情を害した様子もなかった。閉めたぞ、と孝一郎は話しながら思った。これは、 案外うまくいくいい。かもしれない母はキーがお気に入りだからなとも思った聞き終わった沢女は平成の声で「お父様にお聞きなさい」と言った高一郎は「母上のご意見はいかがでしょうか?」と聞いた「母さんは女ですからそういうことに口出しはできません」と沢女は言った。 お父様が梶家のご主人ですからお父様に聞いてごらんなさい」。高一郎は「ではそうします」と言った。父の龍右衛門は首を振ったそうしてこの話の第一章に記した通り彼自身の女性観を述べ「諦める方がいい」と言った「私は諦めないつもりです」と高一郎は主張した。 私はキーが好きですしキーは良い妻になると思います」と言った「ダメだね母さんが俺に聞けと言ったのがすでに不承知だという証拠だそうだろお前だって母さんの性分は知ってるはずだしかし母さんは父様が梶家の主人だからと言われましたよお前もそう思うかええまあ そそれにそういないなんですからね、と「と光一郎が口ごもった龍右衛門は苦笑しその詮索はよしにしようと言ったまあ諦めるんだな龍右衛門は続けたそれにお前は大層あの娘が気に入ったらしいがさっきも言ったように結婚してしまえば女はみんな同じようなものだ」。 安永の娘だってキーだって俺はキーのことはよく知らないがねしかし結婚して妻になればどっちにしても同じようになるものだよしかし父さんは反対ではないのですね龍右衛門はうなずいて母さんがよければねと言った浩一郎は母の部屋へ行った今度は問題がはっきりした母は いけません、と言った。「あなたには安永綱さんという言い,い名付けがあります。その上あなたはやがて上代家老になる身ですから町人の娘などをめとることは許されません。」と沢寿は決めつけた。「二度とそんな話は聞かせないでください」。ですけれどと彼は言った。父上は「いい」と言われましたよ。 お父様には後で私が話します」と沢女は言った「まだ他に何かおっしゃりたいことがおありですか?」。高一郎は引き下がった「よろしいそれならこっちも戦術を考えよう」と彼は思った「父はこれから絞られるだろうし相当お気の毒様であるがそれはご自分のいばらをご自分で狩るわけである」。 よろしい、と彼はつぶやいた戦術を考えるとしようだがその暇はなかった彼が両親と交渉している間にキイは屋敷から出て行ってしまったそれが分かったのは彼が寝間へ入った時である夕下の時もキイが見えず 書斎へ茶を持ってきたのも別の小間使いであったしネマの支度は「秋」という小間使いがした孝一郎は不吉な予感に襲われ「キーはどうした?」とその小間使いに聞いたするとまるでその質問を待っていたように母が入ってきて「今日からこの秋があなたのお世話をします」と言った。 高一郎はっとなった。母上が暇をお出しになったんですね。キイは自分でいとまを取ったのですと沢女は言ったあなたまさか母を疑うほど卑屈におなりではないでしょうね。孝一郎は神戸を垂れた彼もそこまで卑屈になりたくはなかった。 キーは同じ上河町にいるのである。会おうと思えば妙が谷へ行けばよいのだ。おやすみなさい」と彼は言った。サワジョもおやすみなさいと言い根間から出て行った。アキはようが住むと一通の封じ文をそこに置き挨拶をして出て行った。アキは何も言わなかったがもちろんキーの手紙であろう。 浩一郎はすぐに取って封を開けた「私必ずあなたのところへ戻ってきます」とその手紙に書いてあった「神仏に誓って必ず戻ってまいりますからそれを信じてお待ちください」どうぞ私を呼び戻そうとしたり愛いにいらしたりなさらないようにお願いいたします。 会いに来ても自分は決して会わない。その代わり半年以内に必ずあなたのところへ戻るとその手紙は繰り返していた。「分かった」と浩一郎はつぶやいた。「私はお前を信じよう」キー。「きー待っているよ。 そして彼は待った。十二月になり年が明け二月になり三月になった梶家では毎年の例で七人の小間遣いが出かわったがすぐ後で高一郎の結婚が行われることになった安永さんを五年近く待たせましたこれ以上お待たせすることはできません と沢女は言った江さんの女嫌いも治ったようだしだって誰かを嫁に欲しいとおっしゃったくらいですからね」と沢女は宙を入れた「今度こそお式を挙げることにします」ことは決定した梶夫人がはっきり宣言した以上誰に反対することができるだろう。 家と安永家の往来が復活したちまち祝言の日取りが決まった光一郎は祈った「もどってくれき戻もどってくれ」かれ彼は空にむかいかべにむかいよるのやみにむかってよびかけた「どうしたんだきいつもどってくるんだ」そしてまた言った。 俺は待っている。お前を信じて最後のギリギリまで待っているぞキーは戻ってこなかった祝言の日が近づきついにその当日になったキーはまだ戻ってこないだが彼は望みを捨てなかった火事家には客が集まり彼は着替えをさせられた 花婿姿を鏡に映しながらやはり彼は待ったキイは必ず戻ってくるキイは誓いを破るような女ではない必ず戻ってくるに相違ないそのうちに時刻が迫り花嫁が到着した仲人は次席画廊の運の図書夫妻である 帝国の七時が来、四季が始まった。白無垢に綿帽子をかぶった花嫁と並び、修言の杯を交わしながら、なお、光一郎はキーを待った。キーはまだ現れない。杯が終わり、宿縁に移った。賑やかで陽気な主演が続き、花嫁はナコードに手を引かれて座を立った。 キーどうしたんだと光一郎は心の中で叫んだ「どうしたんだもうすぐ最後のギリギリだぞ」そしてその最後のギリギリの時が来た花嫁が立っていってから約半時仲人の運の図書がお開きの字を述べ 高一郎は席を立って寝間へ導かれた晴れの寝巻きに着替えながら「きぃ」と彼は心の中で呼びかけた雲の夫人は彼を新婚の寝屋へ案内し彼を屏風のうちへ入れてからそっと襖を閉めて去った花嫁はヤグの上に座っていた 六の金屏風にキヌアンドンの光が映っていた華やかななまめかしいヤグの上で切迫の真意に時色のしごきをしめ神戸を深く垂れて花嫁は座っていた孝一郎は決心したすべてを花嫁に打ち明けよう妻は気は強いし意地悪な娘だったしかし 打ち明けて話せば分かってくれるだろうかれはそう思ってそこへ座ったするとはじめてしずかに花嫁が顔をあげた「はっ!」と浩一郎は言った「お前花嫁は両手をついたどうぞ堪忍してくださいまし」。 私がどのように変わったか見ていただきたかったのです。孝一郎は「まさか」とつぶやきぼうぜんと目を見張ったおそばに仕えてみてそれでもお気に入らなかったら諦めるつもりでした。決して、 おだまましし申したのではございません。あなたのお目で綱がどう育ったかを見ていただきたかったばかりでございますそして花嫁はおえつした「堪忍してくださいますでしょうか」「夢を見ているようだ」と光一郎は言ったすると 京ヶ屋の娘というのは余野さんは稽古友達ですの母は知っていたのかはい花嫁はすり上げたどうぞ堪忍してくださいまし私あなたの妻になりたい一心だったのですわ 高一郎は上がった。すっかりあがってしまいどうこたえていいかわからなくなったそこではながつまったようなこえでいった「おまえはちかいをやぶらなかったつまりわたしのところへもどってきたわけだな」そしてすばやくゆびでめをふいてばかなことをいった「みつぼしさまはまだあるだろうね」。 「もうひと月になるな」と龍右衛門がその息子に言った「もうひと月になる」「うんどうやら無事に収まったらしいな」「ええ」と息子が答えた「無事に言っています」「俺の言ったことが思い当たったかね」と父親が言った「結婚してしまえば」 女は皆同じようなものだということがささようと浩一郎は落ち着いていったおっしゃるとおりでした女は同じでしたよ